これは正解のない詰め子だ。ああ諦めん。無人を破った程度で喜び、別に知る。くだらぬ相手か、捨ておくがいい。はっ、はっ、名乗ろうかな。ああ私にやったら捕まえる準備はできてるさ。散るはものの逃げるは民草よ。
追い詰められたネズミを甘く見るなよ。それとお前さんの後は業務だ。あの世で仲良く反省会でもすることだな。貴様にもう一度聞こう。自分が何をしているのかを分かっているのか。ああ分かってるね。お前さんたちをぶっ倒して自由になるんだよ。自由か。その手でか。慣れとは恐ろしいものだな、黒田。枷をつけられたことに気を取られ、それを外す方法を忘れるとは。なんだって？わからぬか。鍵は大谷が持っている。なんてこった！なぜじゃ！しゃあ！まさか、まさか胸部が鍵を！ドケモリ！小生は鍵を取りに行くんだよ！困り顔をしたのは貴様の方だったな。いざ勝負！貴殿と拙者の一騎打ちなり！さてはお前さん、そのことを知っていた！知らぬなど誰が言った。聞かれぬことを喋る間抜けなどおらぬわ。言ったで、己の行動を顧みるわ。大谷を倒せば鍵の在りかは謎のままよ。知るか！殴ら締め上げて吐かせてやる。諦めん。それがしと出会った。それが貴殿の失策だ。お守りくだされ、生八幡大菩薩。我が頭上の大鏡を脱するか。劣勢ごときにおののくな。敗北には程遠い。この時のために耐え、機を伺ってきた。長き乱世、一人の豪将を育て抜いた。気を抱き、三陰三陽を制するまで立ち止まりはせぬ。兵の光に押された方、今は天下などエズトン。300年、後のように毛利家は生き返る。貴様らを葬るとあと数十はある。はい、OK。 ありがとうさん。亜紀毛利の名を知らしめる石台となれ。やっぱ無理だ。やってやる。貴様の職は今から思案しておこう。我と対等に立ち会えるとは思うまい。我が下積み、かようなところで無駄にはせぬ。この大方なくして秋の平和はなかった。神の知略に触れ後悔するがよい。なんだかんだで中国って安泰だよな。それ以上我が計り事を乱せるとは思うな。不確定はこのまま、故に貴様もこのまま。我は誰よりも悟く脅威であった。
てこい。胸部め、待ってろ。休むかい、親友。ま、小生が本気を出せばこんなもんだ。この調子で天下を。まずい、逃げろ。なぜじゃ、なぜこうなるんだ。関ヶ原だ。徳川と石田の天下二分の戦に向かっているぞ。もう始まったのか。こうなったら当初の予定を押し切ってやる。奴らのどてっぱらに押し入って、どさくさに紛れて鍵を奪って、ついでに権現も京王も平らげて、小生が天下をいただきだ。